紀元前4世紀頃、稲作が伝わり、弥生時代を迎えます。稲作は九州北部からやがて東日本まで広がりました。稲作が生活の中心となり、人々は水田の近くに村を作って定住するようになりました。人々は竪穴住居に住み、収穫した米を蓄えるための高床倉庫を建てました。高床倉庫にはネズミ返しや湿気防止などの工夫がなされていました。これは稲の穂を摘み取るための道具、石包丁です。これらは弥生土器です。一番左の土器は御嶽に使用された甕です。真ん中の土器は食べ物を盛るために使われた高突きです。右端は貯蔵用の壺です。弥生土器の特徴は赤褐色、薄で固めです。やや高温で焼かれたため赤褐色をしています。煮炊き用の甕、食べ物を盛るための高突き、貯蔵用の壺、稲作とともに青銅器や鉄器などの金属器も伝わりました。青銅器には銅剣、銅矛、銅鐸、銅鏡などがあります。これらの青銅器は祭りのための宝物として使われました。鉄器は武器、工具、農具など実用的な道具として使われました。工具は木製の農具や船を作るための道具です。銅鐸には農業の様子などが描かれています。東京の弥生町で土器が発見されたので、弥生土器、弥生時代と呼びます。弥生時代の遺跡は3つ覚えておきましょう。佐賀県の吉野ヶ里遺跡、物見櫓に注目です。奈良県の唐子鍵遺跡、飯郷集落で有名です。静岡県のトロ遺跡、集落と水田で有名です。稲作が盛んになると、小さな国々ができ、人々を支配する豪族や王が出現しました。弥生時代は中国の3つの歴史書に注目です。一つ目は漢城地理史。紀元1世紀頃、洛郎郡、和人、100以上の国、漢、長江。洛郎郡の場所を覚えておきましょう。ポイントは、和には100余りの国、洛郎郡を通じて漢に使いを送る。貢ぎ物を献上すると、倍返しでお土産がいただけるのが長江です。二つ目は、御勘所等遺伝です。こんな金印欲しかったわ。建武中元2年、和、那国、御勘、長江、皇武帝、印寿。この金印の文字がテストに出ます。勘の和の那の国王。勘の和の那の国王。建武中元2年は57年、今那って覚えましょう。那国、御勘、皇武帝、金印、勘の和の那の国王。金印が発見されたのは、福岡県の鹿の島です。江戸時代に発見されました。ここは御勘です。三つ目の歴史書は、魏志倭人伝です。卑弥呼の文来る、卑弥呼の文来る。
邪馬台国、女王、和、卑弥呼、直径が100歩余りもある大きな墓。邪馬台国の女王、卑弥呼。魏に朝貢した返礼品は、称号、真偽和王、金印、銅鏡100枚でした。邪馬台国があった場所については、九州説と畿内説に大きく分かれています。畿内説が正しければ、これが大和政権につながったと考えられます。